勇者が敗れたのは仕方ないです。はい、勇者が敗れてしまったのはもう仕方ない。ならば私は本業で勝負だよ。おう、手抜かねえぞ、おい。お前、さっきよくやってくれた。手抜かねえぞ、こっちは。お、こっち、モンマスです。よろしくお願いします。あ、投げはる、あ、でも結局それでいう固め方するか。はい、ナイス、アルミラツをギラリが避けていく。さあ、俺は、もう、こうなったらね、モンマスでやるだけですよね。はい。はい。つばぜれる恐怖はないんで、こっちは耐える。天使の歌があるんですよ、今回。今回使える SP の中に天使の歌があるのってすごくでかくて、保証が効かせ。アルミラちゃんナイス、うわいいね、アルミラちゃん。さあ、ここでね、ここで気候弾どんぐらい打点出るかだな。 OK、 行くぜ。お前らね、結構レジェンドクエストでね戦ってきて、お、強っレジェンドクエストでもね、このチーム結構いろいろね、成果残しては来てますんでね。もう結局これを。で、どうしても身も心たみとか固められちゃうんですよね。なぎ払うとかで。で、主人公がやっぱ強さの中核になってるわけですよ。ナイス、アルメちゃん、いいね、アルメちゃん。主人公が中核を担ってんのに、なぎ払うだろ、身も心おたけびだろで止まってったのがさっきの敗因でもあるんで、それさえなくと、ナイス、ダッシュちゃんそれさえなくせば勝てるわけですよ。1体止まっても大丈夫。どれが1体止まっても打点を出せる。それが魔王の攻略法だなって思ってます。まあね、そういう状態上このゲーム強いからな。はい、ナイス。いや、ちょ、待って君たち張り切りすぎやねん。張り切りすぎちゃうな、お前ら。うそん、すげえ張り切ってんじゃん。まあ、ここは出しとくでは。点数のためとりあえず出しておきましょう。点数的な意味でもちょっととりあえず使っておきましょう。ただこれが合ってるかどうか分かんないけどな。はい、行こう。とりあえずね、とどめ小さいとはもう終わりなんですけど、なんだったらもう削り切れますからね、これで。これはね、モンマスのいいところなんですよ。仮に凍てつく波動、やっぱ恐れてるのは高校凍てつく波動なんですけど、うんそれ聞くんだ。高校凍てつく波動に関してはそれを防ぐために火力でゴリ押しと打てもね、取れなくはないんですよ。にゃーん。あ、強っ。やっぱ強えな。やっぱそこそこ強えな。さあ、ここでね、アルミラちゃんをね、回収して。はい、OK、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫よ。お前、回心で全部取り返してから。アルミラちゃん全部回心で取り返してからね。はい、キラリカ君で気候弾打って、勇気溜めて終わり。お前は俺を怒らせた。あのね、こいつは俺を怒らせた。俺が見れば俺を怒らせた。うん、これは必然ですね。勝つのは必然ですね。まさか主人公のおじさんがこんな意志を持ってると思わなかったよね。確かこいつ原作では、オルゴデミラのことを美しい女性って言ってたんですよ。あんま審美眼は良くないですよね、クジとこのメルビンって。オルゴデミラのことを美しいって言ってたからな。まあ、とりあえずその美しいやつにね、怒涛の質で攻撃します。ガボも参戦、マリベルもついでに参戦。というかみんな大集合。はい、突進勇者で勝てなかったら、もう俺モンマスにやるだけよ。モンマスに勝てない相手いないっていうのは僕は証明してますからね。はい。再び、また来んのか、オルゴデミーラ。オルゴデミーラのつばでね、またすんのか。なんだなんだ脅威。まあまあまあね。まあね。世界は平和になり、年月は流れていく。神様を復活して脅威は去ったか見えたが、世界は再び封印されてしまう。まあそうだね。ディスクが移動したり色々すんだよね。さあ、次は何だい？全然わからん。このゲームにおいて単体だけしかないとか全体だけしかないっていうモンスターって結構限られてるんですよ。さまよう鎧はね、ちなみに違います。言っときますけど。祈祷師とね、主人公がまあ一応全体攻撃のみですね。はい。いやー、チーム見つけるの大変だったんだぞ。さあ、再びね、雑魚敵の、やべえの来た、やべえぞこれ、これやばいって。あれ ?HP3400 してしかも。ちょっと待って !HP3400 とかお前おかしいな、ね、ちょっと待って、それもあかん、それもあかん、あかん、あかん、しかも強いんだけど !580! え、580っておかしくない ?580 はおかしいよね。あ、でしょ
やばい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 ちょっとやばいよちょっとそれはあかんていやーこっち打点ないゲリオンがレジェンドクエストなんてただでさえ強いただでさえ強いこんなレジェンド補正手に入れていいわけないじゃんただでお前雑魚的だっただろ一応一応本編では雑魚的な方だろまだやばいってお前出てきたらお前出てきちゃいけねえよこの段階でやばいだろエクスポージョンね大丈夫これ脅威だけどまあ確かに脅威だなうんあの大会に急に出てきたからみんな脅威だわな避けておーいしナイスよし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 いいよ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 今の避けマジででかいよおこれ良くない旋風抜けば外す可能性出てるよとりあえず勝ち筋は一応見えてる見えてる君なんか今日何してんの君お前なんかやってるお前ロニジョお前なんかやってるロニジョお前なんかやってる今日なんか全部なんか剣の素振りの練習してんだけどお前なんでお前剣のすごいの練習してんの何お前剣の素振りの練習しに来てどうすんだよここにで目の前にやべえのいいんだって目の前やべえんだってなんとかしろってお前あれもマネオさんかけてます自己フラッシュのマネオさんかけてるよ外せにゃんにゃんにゃおいちょっとにゃおいマネオさんかけてるよにゃおいおいちゃうちゃうちゃうやっべえこいつこんなん大会出てきたらやだよただでして強いゲリオン強いゲリオンがさ何でもっと強くなってきてんのそんなボーンだけにしてくれや本当に入りましょう大丈夫大丈夫大丈夫だいぶだいぶでもアンバイ取ってきてるよ自己フラッシュいや自己フラッシュ自己フラッシュこれでまあ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 大丈夫お前ちょっとお前ちょっと待ってお前ロニー嬢頼むぞお前おお当てた剣の素振りゲリオンが剣の素振りに付き合ってくれたこれはもうだってこれもうあれじゃんこれは天聖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 勝ちに行け勝ちに行け勝ちに行けもうプラントしてるプラントしてる俺もプラントしてればいいのこれで勝てるこれで勝てるやばいだろこんなのただでさえ強いやつレジェンド補正やレジェンド補正って帰ってきたもんこいつよし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 あー怖っもう勝ったねこれは勝ったでしょもういいどんな声これでもう勝ちですよあー怖ー危ね精霊の王将パーティーに行ったらさこんな落とし穴あるんだね会心はでも今回は祈祷師やしね主人公がね呪文型だったからよかったけどさそれができなかったらやばかったな危ねーあー怖ーマジでびっくりした急にこんなん出てこないでほしいわオーケー勝ったー危なかったこいつだけは勘弁してくれいや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 ともうこの時点でいませんねこいつこいつもうこの時点いませんね明らかいないんですけどね友のね友をね窮地を助けるためやってきたいざ行く種返せゴーエンザン真空缶切りですちなみに今回まずははい友よ今助けるぜゲリオンもびっくり、もう主人公たちもびっくりしたでしょうね。もうフィッシュベルマスからこんなん飛んでくるんですもん。フィッシュベルじゃないよ。あの、確かあれだよ。もっと過去の世界だよ。てか、こいつはもはや。ゲリオン出てくんな、本当に。いや、本当にもうびっくりした。お前マジでもう二度とやりたくない。四ゼーレああ、はい。まあ、なんとなくわかる。星ドラにも出てたしね。星ドラは出てたな。なんか急になんかさ、すっげえギャル口調のやつがいいんだよ。サンディのね、なんかね、生まれ変わりみたいなやつがいいんだよ。いや、早いな。2行しか書いてないやんけ。まあ、後半になってくるとね、パーティーに本腰を入れないといけないなと思ってます。さすがにちょっとね、精霊の面白いパーティーだーとか言って、ドラヌーバーとかさ、あの、キャットフライとかさ、使ってる暇ないと思うんですよ。ちょっとさすがにその余裕ないんでね、パーティーがそろそろね、どんどん強くなってくるんですよね。さあ、風の音、なんかご、ねえねえ、なんか浮いてる。ねえ、なんか森には見える、なんか浮いてるべや。いや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 。
見事にゲーム見事に全部なんか色違いだね。マリオ込めてフールストライク、いや勝って、なんか君たち随分だね。てか待って、100点しか出ないの、なんで、もっとなんか出ると思ってた。フールストライクそんなしか出ないか、まあでもそんなもんか。なんか見事に君たち全員色違いなんですけどね。はい、メラミおい、いいね。さあ、デインを誰に打つ？デイン、これ、待って。一応、打点を取るか、誰か。君たち賢いから大丈夫でしょ。ゴールデンスライムがいるんで、ちょっとそれが怖いところ。ナイス！ゴールデンスライムは呪文無効とはいえね、ジャミーもね、イザノマもね、賢いんで大丈夫だと思います。爆発の元気、お前、ダンビラムーチョの色違い。まあ、かっこいい。いや、かっこええけども。大丈夫か、これ。おー、いや、結構強いな。炎の戦士の色違い出てきたんやけど。火炎好き。なになに？おう、火炎好き。それは炎の拳って言うんだよ。ねえ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 、それ炎の拳。いや、どう見ても炎の拳。いやん、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、許して。それはずるいよ。それはずるくない？さあ、爆発に、お前ね、結構みんな早いから気をつけたいな、これ。結構ツーコインとも高いし、おめえら。結構威力高えな。まさか全員色違い出てくると思うんだけどな。いけ！フールストライク！あい！よし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 、十分十分。十分十分。300出たら十分だよ。ただ向こうのスピードが高いからなぁ。これ打点の取り合いじゃきついな、やっぱ。レジェンドクエストって敵の HP が高いこともあって、なかなかにね、削り勝ちって難しいんだよなぁ。確かに。ゴールデン、お前プラチナキングの小さくしたんじゃん。プラチナキングのいつも小さくして色変えてんだよな。ごめんなさい。さあ、デインで、とりあえずね、こいつらが、とりあえず、会心は出ないんだよな、ただこいつらじゃ。デイン、うん、どうだ、まだ一旦耐えるか。炎竜巻、あ、竜巻はだって全体が多いでしょ、大丈夫、大丈夫、それは大丈夫。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いや、さすがにさ、一旦に1000は削られないでしょ。1100でしょ、多分大丈夫だと思うけど、さあ、この美しい背景でね、美しい背景で美しい色違いたち、ゴールドブラスト何ゴールドブラスト、まさかエネルギーが満ちていく。プラチナキングの色違いないか、お前。お前プラチナキングの色違いないか。あ、でも結構食らうな。これ大丈夫か、ちょっと待って。ああ、よかった、お前が生まれた、助かった。お前が生まれ助かった、あぶねえ。なるほどね、お前バックエンド劇場バイキルトなんだ。へえ。いや、さすがにもういった、これは。SP まだ使ってないんで、多分、これじゃ仕留められない。このターンじゃ。で、SP 使ってないから、まあでも勇気たまんねえか、どうせ。このターンに。バイキルトからの炎の竜巻。まあ、大丈夫。天使の歌で。次、天使の歌して終わり。天使の歌してこっちが動いて終わり。多分大丈夫でしょう。はい。勇気ためないの、天使の歌使います。天使の歌使えば、やられても500くらい復活するんで、よほどの頃の限り、天使の歌の上から倒すことはできません。これ勝った。いや、やっぱ削り切りって難しいなぁ。さあ、おっと、だからバイキルトかかってくからな、お前ら。お前らバイキルトまだかかってるよね。まあ、でも、このターン、コールドバーサーじゃ大丈夫だね。バイキルトからの通行だったら500超えてるけど。はい、ナイスガード。まあ、でも、同じか。あ、でもこれで、ここで魔力を込めて、フールストライク！あ、よいしょ！オッケー！ギリッギリ！